ああ、なんてワンダフルな日なんでしょう。私たちの歌が配信されるなんて夢みたいだわ。僕も同じことを考えていたよ。はっはっは。でも私たち、一体なぜ、彼は生ゴミなんてクレイジーなバンド名になっちゃったのかしらね。と、ヤングな彼らは、その謎について、思いを巡らすのであった。あなたがいてくれたらの配信先は概要欄をご覧ください。